少し整理させてほしいんだが、君のお母さんがこれを私に渡せと言ったんだね。ああ、さっきからそう言ってんだろ。この手紙ではしばらく君を預かってほしいとあるんだが。なんだよその嫌そうな顔。いや、私はね、困惑してるんだよ。これからどうするべきかってね。そんなもん決まってんだろ俺。しばらく厄介になるからな。そこだよ問題なのは。何だと？子供が困ってたら助けるのが親じゃねえのかよ。ああ、確かにそうだね。手紙にも書いてあるよ。お母さんが病気で入院するから君を頼みたいってね。そこの何が問題なんだよ。そうだな、まず君がそのイメージ違いというか。あ、これ俺のどこが？どこもかしこもだよ。小さくて可愛いと思ってたから。一体いつの話してんだおめえは。そうだよね、離婚してかなり経つのにね。勝手に想像を膨らませてたよ。勝手に落ち込むのやめてくんねえかな。とにかく今日からここに住むぞ。ちょっと待ってくれ。今ね、解決策を考えてるんだ。あ、なんだそれ。俺がこんなんだから嫌だっつうのか。いや、そうじゃない、そうじゃないけど、ここに住むのはね。住むのはなんだっつうんだよ。おいおい、あまり大きな声を出さないで、隣に聞こえるから。ボロアパートだな。親父さ、一体今までどうやって生きてきたんだよ。私の話を聞いてどうする。面白くないと思うよ。十数年ぶりに会った息子だぞ。知る権利ぐらいあるんだろう。わかるけど、そこはなくていいんじゃないかな。ふざけんのもいい加減にしろよ。あまり大きな声を出さないように。お隣さんが部屋にいるんだから。んなこと知るかよ。おい親父、会った時から気に食わなかったかよ。感動的な親子の再会をしようって気持ちはねえのかよ。もちろんある。その時が来たらどれだけ嬉しいかって思ってた。だったら素直に喜べよ。ほら喜んでみろよ。あのね、感動の再会というのは脅迫されてするものじゃないからね。わかるかな。合ってるよんなことは。おい何騒いでんだ、うるせえぞ。すみません、ちょっと子供が。壁薄すぎねえか。これでわかっただろ。もう少し小さな声で話してくれ。いやちゃんと話せよ。さっきから聞いてるよ。なんか放っておけねえ話じゃねえか。おいおっさん、てめえには関係ねえんだからよ。引っ込んでろよ。いや、隣の人の性格だとね、引けないだろうね。なそれ、ここにはプライバシーってもんがねえのかよ。ない。だからもう少し静かにって言ったんだ。俺のせいにすんなよ。おい何話してんだ、聞こえねえぞ。なあ、この場合さ、別に聞こえなくてもいいんじゃねえの。もちろんそうだよ。そうなんだけど。こそこそ話してねえで、もっと大きな声で話せよ。んなことできっかよ。こっちはな、見せ物じゃねえんだよ。見せ物になってないだろ。ここには壁があるんだからな。へりくつ言うなよおっさん。まあまあ、壁越しで喧嘩しないで。誰のせいでこうなってると思ってんだよ。そうだぞ、そもそもあんたが子供を歓迎すれば済む話だ。なんだよおっさん、話がわかんじゃねえかよ。もっと言ってくれよ。もういいだろ。あんたのお父さんはね、ここに来た時はずっとため息をついてたんだ。子供と別れて寂しいってな。ちょっと今その話を出しちゃダメですよ。いや、父親の暮らしについて息子なんだから聞く権利があるだろ。ありますけどね。それを言ったらあなたはどうなんですか。子供に会えなくたって平気だって言ってたじゃないですか。それはあんたがあまりにも落ち込んでたからつい強がっただけだ。もし俺のところに子供が訪ねてくることがあったらきっと歓迎するさ。イメージ違いの不良が来てもですか。おい、結局そこかよ。俺は言えるよ。よく来た、俺がお父さんだってな。あなたはこの子の姿を見ていないから簡単に言うんでしょうよ。まあ、
そうだな。話し方からするとかなりヤバいやつなんだろ。二人してひどくね。いやお隣さんは話がわかる。そういうわけだ。すまん。は、子供が困ってんだぞ。おいおっさん、てめえが余計なこと言うからよ、話がこじれたじゃねえか。どう責任取ってくれんだよ。なんだぞ、そもそもお前が可愛くないのがいけないんじゃねえのか。仕方ねえだろうがよ。こっちはな、母一人子一人でいろいろ大変だったんだよ。そりゃグレたくもなんだろうが。あー、それもそうだな。どんな姿であっても子供は子供だしな。そうだよ、聞いたか親父。聞いてますよ。でもね。おお、そろそろ腹くくって息子を歓迎してやれよ。いいぞおっさん、もっと説得してくれ。おお、いいだろう。俺からすれば息子が訪ねてくるなんて羨ましくて仕方ないことだ。ここに住まわせてやれよ。よっおっさん、さすが。わかりました。そこまで言うなら。ようやくわかったか。会ってから決めてもらいましょう。え？あ？僕の目の前にいる子供の姿を見ても同じことが言えますかってことですよ。おお、ああ、いいだろう。あんたの息子もこれから俺のお隣さんだからな。そうですよ。だからあなたが子供に会ってそれでいい子だと言うならここに住むことを認めますよ。おい、俺はな、物じゃねえんだよ。会って気に入らねえから返品とかさせねえかんな。そんなことはしないよ。早く隣に行ってきなさい。お、顔を見せろ。俺が認めりゃ納得すんだろ。わったよ、めんどくせえな。お前は。おい、これどういうことだよ。それはこっちのセリフだ。これはどういうことだ。そういうことですよ。顔見ただけで分かりましたよね。あなたにそっくりの息子さんじゃないですか。感動の再会ができてよかったですね。いや、それはちょっと待ってくれ。ってことは、俺が訪ねる部屋を間違えたってことか。そうだよ。君は顔もそうだが、そそっかしいところもお父さんにそっくりだね。ちょっと、なら早く言ってくれよ。すまないね。隣に住む者として、君を認めるのに時間が欲しかったんだ。それに、結局は僕のことを心配しての強がりだと分かったけど、君のお父さんは子供には会いたくないってずっと話してたから。会いたくなかったよ。なんだ、イメージ違い。イメージ違いなんだよ。可愛くない息子になんて。さっき言いましたよね。どんな姿でも認めるんですよね。それに本当は会いたかったんですよね。ああ、会いたかったよ。よかったね。なあ、後で荷物を取りに来なさい。今は積もる話もあるだろうから二人で過ごすといい。親父、あ、こっちか。隣のおっさん、ありがとな。いや、ハッピーエンドでよかったよ。汚い部屋はよ。うるせえな、お前。今片付けようと思ってたんだ。嘘つけよ、お前。ゴミだらけじゃねえか、この部屋。なんだ、お前、文句があんなら出てきゃいいだろうが。まったく、お隣さんはそそっかしいというか、僕がここに来た時の話聞いてなかったのかね。僕だって息子に会いたいわ。たとえどんな姿でもね。